ヨダヨシカタは日本の脚本家である。溝野口健次監督の最盛期の作品で知られ、後年は大阪芸術大学映像学科教授を務めた。1909年4月14日、京都市に生まれる。京都市立第二商業学校を卒業後銀行に勤務。1930年日活渦正撮影所。 脚本部に入り、翌1931年9月16日公開の村田実監督のサイレント映画、海のない港で22歳で脚本家デビュー。1936年、永田正一の第一映画に移籍し、ヨダにとって初めての陶器作品である、溝の口賢治監督の何は非かで高い評価を受ける。以後、主として溝口のために、 多くの脚本を手掛け、代表的なものに、残菊物語、最核一代女、うげつ物語などがある。荒烈な、溝の口の注文に応急によく耐え、クランクイン後もリライト要求に備えて現場に待機するなど忠誠を尽くした。溝の口が死病であることを知った時は、自らもショックで寝込んでいる。その死後も、文芸映画の巨匠として、 多くの作品を執筆するが、悪名のような娯楽性豊かなヒットシリーズもものに、している。晩年は、熊井慶の脚本を書いたり、大阪芸術大学映像学科の教授から、学部長に就任し、更進の指導に当たった。天野忠だ山崎美奈おら関西の詩人たちとの交友が深く、冬晴れ、ローマなどの詩集を表す。 1991年11月14日に死去した。82歳没。映画、スター・ウォーズのキャラクター、ヨーダのモデルだったとも言われている。映画秘宝ボリューム12や、不走者、スター・ウォーズ完全基礎講座などで、プロデューサーのジョージ・ルーカスとヨーダの関係について、状況証拠がいくつも挙げられ、息子で、哲学者のヨダ・ヨシミギもテレビのワイドショー番組で、 このことを語っていた。ヨーダの顔のモデルは、スチュアート・フリーボーンとアルベルト・アインシュタインであり、ヨダは、無関係である。トドロキゆうきよ、ヨーダとは、何者か悪名サーガ校、とどろきゆうき夫の映画暴れ火祭り川で処防新車2002年、ピアニッシも、47から49、DVD、ボックス、スターウォーズトリロジー特典ディスクでの、フリーボーン自身による証言。 ありがとうございます。